どうもグリズンです。それでは今回もやっていきたいと思います。さあ続きをねやっていきます。前回の早速ミッションを受けたいと思うんですが、今回はですね、このミッションとここは行ったことないですね、まだ。であとこのセーフハウスを建てるっていうねやつ、この2つを受けます。で必要なあもうこれは一つ持ってますね。これが、必要みたいですね。セーフハウスを作るには、材料もね多分必要になると思うんですが、そこら辺はどうなんでしょうかね。おお、あ、材料もゲットですか。すごい、すごい量だな、これは。あ、もう全部無理か。やばいね、これは。依頼が受注されました。これ持てないもんね。え、ちょっと待って。これを、まず、もうちょっと整理できるとこは整理して、あーでもこれでも無理だろうな。おっと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 、あ無理だね、持てない。ドゥルルル、サム、セーフハウス建設に必要な素材が足りてないな。支給した素材は全部持っていってくれ。いや持ってってくれって言われても、え、じゃあこの今持ってる他の荷物を置いていくか。そういうんだったら持っていけるっていうことだよね。プライベートボックスに、これも今、あ、そっか、これを使えばいいのか。ちょっと待って。使ったことないからな、まだ。これだ。こっちに出ないとダメかな。また会えますね。どうしたらいいのか。うん？わからない。どうやって使うんだ。もしかして、こっからも何こう直接、あ違うな。おっとっとっと、そしたらこれは必要でしょ？これいらない。もう全部置いていこう。これをプライベートボックスに一度入れて、でこの置いてあるやつを、違う。これで、これでいけるかな？お、いけた。オッケー。で、そしたら、向かうのは、こ
ここに作るのか。ここだね。オッケー。これが普通に走れるからね、すごいよね。この足につけてるやつのおかげですね。本当ならこんなのグラグラしてね、まともに走れないですけどね。おっとっとっと、まあ、こういうねちょっと、地面が不安定な場所になるとバランス崩れやすくなっちゃうんで、ほらこれでも走れちゃいますから、まあ、そのうちバランス崩しちゃうと思うけど、おっと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 、やっぱそう細かいですね。床がねどんな状態かによって、ちょっとねちょっとでもアンバランスだとグラッといっちゃいますね。多分みんなここに作ってんだろうね、僕が今見えないだけで。よし、指定範囲に着いたら、はい、セーフハウスの建設を始めよう。了解。サム聞こえる？はい。建設装置を装備してセーフハウスを選んでくれる？はい。あ、レベル2のやつでも前のこういう、充電するやつとかいろいろ作れるんですね。なるほど、これがセーフハウス。ここら辺でいいのかな。この中に入ってるとダメなんでね。あ、もう入れないんだ。なんか時間がかかるって言ってましたよね。これ結構便利なんですよね。そのまま地下の方に入っていくんですけど。次はセーフハウスに素材を収める必要があるわ。 OK。 でこれ全部入れちゃえばいいんですね。これも必要なんだ。そう、そんなないんですよね。結構溜まってたんですけどね、何千って溜まってたんだけど、あれこれでも足りないね。480足りない。じゃあもう一回戻って用意しましょう。なバイクね、川に落っことしてそのままダメになっちゃったんで、もう徒歩で頑張るしかないんですけど。でもいいですよね、この足についてるやつのおかげでね、もうスタミナのことを気にする必要ないんで。あ、一個置いてったんだ俺。そっか、これで足りるのかな。あ、ちょうど480だ。そしたらこれだったらもう持っていけますよね、残りの荷物もね。プライベートボックスから全部持っていきましょう。背負う。OK。で、これをもう少しバランスよくしましょう。OK。じゃあ行こう。セーフハウスで前回も言ってましたけど、バイクは多分作れないんですよね。収めることはできるんですけど、なんだろう、駐車？あの中に駐車することはできるんですけど、作ることは確かできないんですよね。
ここら辺に敵の拠点かなんかあれば、そこを襲って、トラックを奪うんですけど。よし、これで、あれ？超笑顔だな。なんかこのゲームの中だと若いですよね。ノーマンさん。できましたね。建設したセーフハウスは皆で共有する施設となる。君の後に続く誰か配達人たちにとって重要な中継拠点となるだろう、うん、これで気象観測所へ他の配達人が物を届けるときに今までよりも楽になるはずだ。そうだね。よかったら君も休んで使い心地を試してみてくれ。まあ、使い心地つってもね、いつもと同じなんでこれは別にいいです。行きましょう。え、これなんかイベントあるかな。一回行くか。あ、そっか、こういう役割もあるんですよね。で、これでプライベートルームに。多分イベントはないと思うんですけど。あ、ある。いつもと違う。ブーツを脱ぐシーンはいつもはないですね。あれ？でもこっからは普通だね。いつもと一緒だ。あんなんで疲れ取れるんですかね。あんな寝方で。横になって寝ちゃうんですね、サムは。はい。じゃあ行きましょうか。そして、行く場所はここですね。結構あるな。結構ありますね。どっかに敵の拠点があれば襲っちゃいましょうか。気象予測は未来予測の一種だ。動物にも未来を予知する第六感があるが、なんだあそこ。人類とが違うのは我々はそれを、なんか建物がありますね。行動を選択する点だ。それは人間に特徴的な能力の一つと言っていい。明日を想像しながら今日を生きる。未来のためなら今を犠牲にすることもある。その能力が人間の文明や社会を発展させてきたんだ。しかし今の人類は明日を見ようとしていない。今を生きることに。おお、やべべ。未来のことを想像できない人間は動物と変わらない。大丈夫かな、ビビ。あ、大丈夫ですね。ビビ結構泣くんですよね、こけちゃうと。あ、これですね、雨宿りできるの。あ、なんか音楽が。大丈夫かな、結構ね。何本かも引っかかっちゃいましたよ、 YouTube で。あ、これだ。これってあのバイクとかに乗ってたら充電もできるのかな。どうなんだろう。でもそしたらこの足のやつも充電されるはずだもんね。それされてないから充電はできないのか。なんか見た感じ敵の拠点はなさそうですよね。あそこだ、あの建物ですね。バッテンになってるのが気になるけど。
これ音楽がねたまに流れるのいいですよね。拾っていきましょうか、落とし物。落とし物結構あるね。何があったんだろうね、みんな落としちゃう、その理由は。すごい違う惑星みたいですよね。地球なんですけどね、これアメリカなんですけど。あれ気になるんだよな、誰かここにおしっこしましたね。おしっこしたところにキノコが生えてくるっていうのもねすごいですよね。だんだん重たくなってきました。え、もう3桁いったの？140キロか今。あそこ、あの建物気になりますね、大きい。あ、敵の拠点ありますね、あそこに。行きましょうか。襲いましょうかね。今ガン持ってないんだよね。ロープしかないんだよな。ロープで頑張ろう。あ、ありますね。これで、僕の存在に気づくはずですね。よし、来た。これで多分僕のところに来るはずです。ここに多分ね、来ますね。このボワーンってなってるところに。その前に僕が発見されれば僕の方に走ってきますけど、草むらに隠れとく。とりあえずそいつらが来るまで。お、いいね、車で来ますねこいつら。あ、川があるから来れないのかな。でも念願の乗り物があそこにあります。来ないですね。自分から行きましょうか。じゃあ、あそこに敵いる。ほら、カモンカモンカモン。川渡らずにそこからずっと槍を投げ続けてくるかな。あ、でもちょっとずつね近づいてきてますね。ほら、おいで。これ強いやつや。あ、あっちからも来た。引かれた。あ、あ、あ、どんどん来ちゃったね。いっぱい来ちゃった。さあ、勝てるかな、こんだけいたら。ちょっとむずい気がしますけど、頑張りましょう。おっと、こいつ強いんだよな、フードかぶってるやつ。殴ったらね必ず防御されるんで。あ、せっかく今縛ろうと思ったのに。よし、一人やったぞ。あれ、ちょっと待って、ロープロープ。あれ、ロープ何を持ってんの、手に。離して、それ。あ、落とされた。
こいつだよな、こいつ先に倒したけど。ほら、来いよお前。よし、来た。よし、あとお前だけか。あー、また来た。痛い。あれ、ダメだった。よし。あ、あいつ逃げる気だ。あ、また向こうから来たね。あ、止まったな、あそこで。あ、降りてきましたね。あのトラックいただこう。あっちにもあるんだよね、トラック。川の中でも気絶してるのかな。気絶するんだ。あ、なるほどね、浮くんだね。そのまま死んじゃうのかなと思ったけど。あれ気になるな、なんか置いてってるっぽいですね、僕自分の荷物。一回戻るか。あ、なんか疲れ切ってる。おっとっと、これがいつもね、一番上に乗っかってるやつがね、重たいからバランス崩れるんですよね。これだけだよね、これだけっていうか、こいっぱいいっぱいだけどね。あ、スタミナがやばいね。ちょっとモンスター飲んだ方がいいかもしれない。よし、もう全部これ乗せちゃおう。あ、そうだ、あれ？どっちだっけ？あ、これか。よし、回復。で、敵のところに行きましょう。多分ね、もう、みんなこっち来てんじゃないですかね、敵は。もういないと思うんですよね。あいつらの武士、あ、いる。いますね、まだ。いや、もうこのまま引いてしまおう。あ、右にもいるな、時。あれ、ダメだった。ほら。引きました、一人。あ、ダメダメ。あー、それやるとな、動かなくなるから、トラック。よし。ああ、こいついるのか。こいつ強いから。よし、おお、倒された。ほら、入ったか。
あ、音が止まったってことは全滅させましたね、これで。はしごすごいいっぱいあるな。トラックに乗せる。あ、これね、いっぱい入ってるかな。落とし物。あ、どうせまたあそこ戻らなきゃいけないから、これ持っていきましょう。あのいかつよ兄ちゃんのとこにね。あ、これは欲しいな。セラミックはね、すんげえ手に入るんですよね。どっちかっていうとね、こっちが欲しいんですよね。これ持っていこう。フィールドに置く？どういうこと？背負えないってことか。こんないっぱい。じゃあちょっと一回トラックをこっちに持っていこう。トラックもね、そろそろ限界かもしれない。よし。まだ大丈夫か。このね、この2つ、まずこの2つ、これが乗るかどうか。ちょっと待って、ロープをね、構えちゃうな。あ、行けましたね。いいね。あー、危ない危ない。あと、いけるかな、全部。多分全部は無理なんじゃないかな。あ、ダメですね。そしたら XL はなしにして、あ、それでもダメ。L どうだ、ダメ。あ、何した今。あ、下に置いちゃった。ああ。もう多分ね、これトラックにも普通に乗れないんですよね。ああ、ダメだね。トラック乗れないって。そしたら作っちゃおうか。あるかな、あれ。ポスト作っちゃいましょう。作るためのないな、持ってない。トラックに乗ってるかな。あ、ありますね。これがあればね、作れるんで。よくね、こういう敵の、他の拠点とかにもそうなんですけど、作ってね、もし運びきれない場合はそこに入れるんですけど、いつも多分ね、ここら辺だとちょっときついんですよね、近すぎて。もうちょっと離れた場所だったら。あ、カイラル通信か。あ、じゃあダメだな、ここら辺は作れないですね。そっか。そうしたらちょっと欲しいものいっぱいあんだよな。置いていこうか、しょうがない。
落とし物系はね持っていきたいんだよな。これも置いてこう。セラミックもいいや。とりあえずこれをまず置いてみようか。これもいいや。フィールドに置く。これでトラックに乗れるかどうかですね。多分無理かもしれない。あ、ダメだ。乗れない。そしたら、ちょ待って、トラックの中身。あ、ちょっと待って、あれだね、ミッションのやつを置いてってるね。ミッションの、で、届けなきゃいけないものを。セラミックは置いてこう。フィールドに置く。で、その代わり、こう背負ってるのを乗せちゃう。ダメ。やっぱこれなんだよな。でもこれはね、持っていきたい。できれば持っていきたいな。これは持っていかないといけないやつみたい。でも乗る。あ、乗れる。あ、よかったよかった。そしたらまず、出発だ。ミッション、こなそっか。届けなきゃいけない場所。なんかバッテンついてんだよね。多分ね、僕置いてきちゃってるんですよね、あそこに。届けなきゃいけないの。多分そういうことですよね。戻ろうじゃあ、一度。